フィリペ・ファン・パライス・ライブラリー、フィリップ・バン・パレースは、ベルギーの哲学者、政治経済学者。パレースは、ベーシック・インカムの提唱者であり、また主たる擁護者としてよく知られている。彼はまたベーシック・インカムヨーロッパネットワークの、漢字である。バン・パレースは、しばしば分析的、マルクス主義で有名なセプテンバーグループの一員で、あったが、彼自身は自分を、 マルクス主義者とは考えていない。1995年の彼の著作すべての人にとっての本当の自由、何が資本主義を正当化できるのか、は、ベーシックインカムが社会的構成にどのように関わり、またどのように実現可能であるかを示してみせた。この書以来、ベーシックインカムは、絵空事ではなく、オルタナティブで現実的な政策として、 多くの賛同者と批判者の間で盛んに論議されるようになった。1978年、ノーベル経済学賞を受賞したハーバート・サイモンもパレーズのベーシック・インカムの理論に注目している。また、言語税を提唱したことでも知られる。2001年にはフランキ賞を受賞している。フィリペ・ファン・パライス、リアル・フリーダム・フォー・オール、ホワット・キャン・ジャスティファイ・キャピタリズム、 クラレンドンプレス、オックスフォード、1995ハットハーバート、A サイモニユビアンドザフラックスタックス、A リスポーンスツーザベーシックインカムバイ、フィリペバンパライス。ありがとうございます。